ですね、はい、陰性でした。陰性。はい。はい、陰性でしたよね。陰性です。だから外さえ出さなければ。ですね。陰性でも、陰性の子は珍しいんですけどね、こちらの場合は。ね、うん、確率的に言ったら、3分の2ぐらいは陽性だ。ああ、そうなんですね。うん、今ちょっととりあえずファックスで来たやつなんで、また正式な話は来ましたけど、はいはい、ということで、はい、まあ、いいんじゃないですか、ね、その代わり外には出さないように、ね、はい、してもらうということですね。それからあと何だっけ、あそこレボリューションで食欲元気、観察表つけてみました。あ、つけました、はい、一応は持って見えたかな。あ、もうでもありますよ、体重一回も経ってないけど、うん、いや、いいですよ、何グラムぐらい食べるかちょっと知りたいんです。あーとですね、一応朝と夜で15グラムずつ上げてたんですが、ちょっと最近食べなさそうだったんで、今日だけ20グラム、あ、20グラム、15と、まあ、だから30から35ぐらい食べてますね。あと、まあ、おやつですね。おやつは何あげてます？おやつは、この間のカリカリと、チュール、チュールはここ、あとミルクとか、あ、猫ちゃん用ミルク、ええ、はい、で、うんちは毎日、1日1回、1日1回、夜です、2回出る日もあるんですね、はい、はい、いいですね。今日、粗相しましたけどね。そうそうというのは、床にしましたけどね、うんちを初めて、まあ、2回目かな。それは全然違うところ、それともトイレの近いところで、すぐ近く、近いっちゃ近い、1メートルぐらい、うん、判断が難しくて、チョコボール状のが前にコロッと落ちたことがあったんですが、それはキレが悪いのかなって思ったんですけど、今日結構ちゃんとしたのが落ちてたので、なんか寂しくて来てしまったのか間違えたのかなんか分からなくて、うん、おしっこはちゃんとトイレしてますよ、うん、おしっこで、こう塊で見ると1日何回ぐらい出てます？おしっこはウッドチップなんでちょっと分からないんですよね。分かんないです。ただ3、4回多分してる感じをしますね。入る様子は3回は見ました。3回は見ました。そうです、4回までね、本当は3回までね、正常は、はい、4回、5回以上だったらそれはちょっと頻尿になってきますんでね。 あ、 そうですか、うん、あんまり水飲まないから。確かに、そう、猫ちゃんってね、あんま飲まないんですよ、はい、だから、あのミルクで、ね、薄めて水分取らせるのもいいかなとは思いますね。はい、じゃあこの間インターペロ、んこの子くしゃみするんだっけ。そうなんですよ、やっぱりちゃんと目薬をさすようにこの前いただいたのをつけているんですが、うん、今日もう1回見ました。減ってない、変わらない、変わらないと思う、変わらない、うん、でも毎日してるわけじゃないですよ、くしゃみ。なんかね、うん、私たちも見逃しちゃうので、一瞬のプシュッていうのなので、ずっと関わっているわけではないので、減ってる感じじゃないの、うん、あ、そう、OK、まあ、はい、じゃあちょっと身体検査しますね、はい、よいしょ、はい、ごめんね、出ちゃうとダメかな、食べる、ね、食べないの？つけちゃったから、ごめんね。食べない。ちょっと身体検査をさっとしますね。はい、お腹は柔らかいね。爪伸びてる？あ、それでご飯手からあげてみました。そうです、毎回ではないんですけど、できる範囲で。おやつは手であげてますよ、主食、サクサク、はい、主食は手から食べる。私がそれも食べるんですけど、ちょっと機会は少なくなってますね。なるだけ主食を手から食べるように仕向けてほしいんですよね。まあ、あの時間が許す範囲でいいですけどね、はい、そっち向きがいい。
度5分、8度7分ですね。ピナッツ。よし、これ脈を見ますよ。ここどこだろうね。どこだろうかな。はい、顔も見せてもらおうかな。どこどこかな。